皆さんこんくらー。ペーパーマリオ RPG、マリオ使用禁止縛りのパート6なんですよ。今回はステージ7を攻略していきましょう。画面ではトゲオガードをゲットしてますね。マリオは戦わないから仲間用のトゲオガード P が欲しい。実装しろ。ステージ7、遥かなる月を目指して、今じゃギャラクシーとかオデッセイとかマリカーで行くけど、当時は斬新な宇宙ステージ。道中で2回アイテム P を拾ったら、月に向かって大砲でぶっ飛びましょう。ちなみに火薬代わりにボム兵の爆発で大砲を動かしています。オリキン遊んだ人からしたらゾッとするけど本作では爆発しても平然と生存するのでセーフ。じゃ、行ってきます。64やサンシャインでも大砲使って吹っ飛ぶから気にしてなかったけど普通にヤバい移動方法。ここ月、穴埋めクラウダさんの下乳をたっぷり堪能したら、月に存在するメガバッテンアジトへ乗り込みます。そこで見張りのエリート軍団員との強制戦闘、いつもので片付けましょう。ああ。さすがエリート、吹き飛びにくいのかな。負けちゃったのでやり直し、途中で緊急キノコを拾ったせいでリトライするまでに時間がかかる結果に、後で捨てとこ。今度こそやり直し、吹き飛びにくいなら大群ヨッシーで倒してやる。効果はチップドロップの全体攻撃版。チャージで火力増加もできるので最強技です。大群のヨッシーがエリートを襲う、スマブラの最後の切り札みたいですき。お、霧が出てきた。これでマリオの回避率もアップで、じゃあ、そう、大群ヨッシーは最強技なのですがデメリットも存在しておりまして、振動で舞台が大きく揺れることで、背景が倒れてきてダメージになる可能性があるんですよ。前回、バレルがタンク役と言ったのもこれの影響。彼の攻撃方法の爆発は舞台が揺れるので、安易に使用することはできないのです。倒れても楽でやり直し、3度目の挑戦でやっと勝つことができました。ゲームも終盤の低下雑魚敵とはいえ油断できないですね。探索を進めるとステージ1以来のクイズ大好きドッスンさん登場。例のごとく不正解になると罰ゲームで雑魚との戦闘が待ち受けています。スルーできるけど強敵と戦う方が縛りプレイはそそる。行ってやったりますか。ここの戦闘 BGM 大好き。バリアーンバツバツ戦。ダブルクロスとかじゃなくてバツバツ。見えているから吹けば終わりと思いきや、なんとこいつらは吹き飛ばし向こう。さらにストップ状態不要の技で行動不能からのハメ殺しにしてきます。凶悪。そして最も厄介なのは毎ターン終了時にプチバリアンを召喚してくること。プチバリアンがその場にいると本体は無敵。じゃあプチバリアンを倒せばいいじゃん、と単純な話ではない。仲間の攻撃でプチを全滅させても次のターンで即復活。そしてまたプチを倒しても本体を殴る間もなく復活。無限ループになってしまうのです。通常プレイであればプチを仲間が倒してマリオが本体を殴れば済むだけの話なのですが、この縛りではそういうわけにもいかない。ちなみにスーパーガードしても本体にダメージは返せません。つまりこいつを倒す方法は、プチバリアンが召喚される前に HP を削り切る。というシンプルなやり方のみです。バリアーンバツバツの HP は10なので最初のターンに全体攻撃10ダメージ出せれば勝てる。しかしパワープラス P を2個つけた状態にして我がパーティ最高火力のバレルのすんごい爆発を放っても9止まり。倒しきれないか。そこで先ほど入手した2回アイテム P を装備してみます。効果は仲間が1ターンに2つまでアイテムを使えるというもの。つまりアイテム限定で1ターンに2回行動できる。全体5ダメージ与えることのできる雷ドッカンを連続して放つことで10ダメ。2人倒すことができました。P、強敵だった。この2回アイテムが強すぎてテレサの服を封印せざるを得なかったのもあります。ご褒美に経験値もたんまり。レベルアップしましたね。BP 強化しましたら、回復した分の HP を減らす。月にはトゲも穴もないのでトラップ床を利用しましょう。一方その頃、アジト内のバスルームではピーチ姫がシャワーを浴びています。しっかりとドレスを脱いで全裸になる姫様。ごくり。これはやばい。そこへ女子大生を連れたマリオが登場。全国の紳士の皆様、お待たせしました。ラッキースケベのお時間です。って誰やねーん。いつの間にかピーチとエリート軍団員が入れ替わっていました。おのれー。なんとこのお風呂イベント、リメイク版で追加された完全新規のイベントです。どんなところに力を入れてんだよインテリジェントシステムズ。おかげでリメイク前では戦う必要のなかった雑魚戦をやらされています。もちろん準備などしてないので急遽グリスチームを使う羽目に。とほほ、不意打ちすぎる。倒しやすい相手でまだ良かったわ。その後はやたら暴力的な研究員のフラスコ投げをかいくぐり最深部へ。アジトの奥でペケダーからピーチ姫はもうここにはいないことを知らされます。見ましたか今のチビヨッシーの顔。リプレイ。
カメラが切り替わった瞬間、一瞬だけ悲しそうな顔をしてるんですよね、彼。ピーチがいないことでラッキースケベが消失したショックからか内心落ち込むも、カメラを向けられたことで下心を隠すため急いで怒り顔に切り替えた。そのようなエロが気のむっつりな部分がわかる一コマだと考察系 YouTuber の自分は考えます。名前に大吉を冠する男がラッキースケベを逃すとは皮肉な話。まあそんなくだらない話は置いといて、今回のボスもペケダーです。ステージ2と同じく、巨大ロボに乗って挑んできますよ。しかし性能はステージ2の頃と比べて桁違いです。ステージ7のボス、バッテンダーマーク2戦。HP70、攻撃力6、防御力2とハイスペックなステータスを持ち合わせており、全体攻撃のドリルアタック、バッテンパンチ召喚、合計30ダメージ与えてくるマシンガンなど、技もかなり豊富。とりあえずいつものチャージを貯めますが、倒せるようになるまで8ターンもかかります。それまで奴の猛攻を耐え切ることができるのか。はい、実はこいつ、本作最弱のボスです。なぜ最弱なのか、それは攻撃パターンが一つしかないから。さっきはパンチ召喚だとかマシンガンだとか技が豊富と言いましたが、それらの攻撃は HP が減らないと使ってこないんですよ。なので攻撃はドリルのみのワンパターン。たった一つの技のスーパーガードタイミングだけ覚えれば貫通できます。とはいえスパガ自体が難しそうとか思うかもしれませんが、フェイントやためもなく等速直線で落ちてくるのでかなりわかりやすい攻撃です。先ほど、ステージ2と比べて性能が桁違いと言いましたが、それは嘘ではなく、弱すぎて意味です。ダメ押しに最後の最弱ポイントを紹介するために、あえて HP を1だけ残しておいてあげました。マーク2は HP30 以下でマシンガン攻撃を発動します。3×10 の連続攻撃、さすが20連続スパガは難しいでしょう。ということでピンチ、とはならないのがこいつの弱いところ。さあ、マシンガン攻撃が来るさ。はぁ、本来なら少しダメージを受けただけで発動するパンチ召喚演出。しかし一気に HP1 まで削ったらどうなるか。どうやら内部クラブ的にはマシンガンの条件とパンチ召喚の条件を同時に踏むと、パンチ召喚を優先して発動するようです。土壇場の場面でも切り札を使わない。正真正銘の最弱ボスでした。最後は縛りでは使わなそうなのでチュチュリーナに出番を与えてとどめ。防御力が2あるので防御虫の愛のビンタは何気に噛み合っています。以上、バッテンダーマーク2でした。なめくしすぎてラッキー系のバッジすら外してこれだけのバッジで勝てました。てなわけでステージ7を攻略してキリがいいので今回はここまで。意図せず爆発落ちになっちゃうけどお許しを。ご視聴ありがとうございました。次回のパート7でお会いしましょう。